ラリーの進んで戻るリフトの城。ラリーって確かあのたまにコロコロ乗ってるトサカの生えた子だよね。クッパ7人衆の一人だと思うんですけど、多分それで合ってると思うんですよね。だから僕アイテム取っていきますね。ラリーだったらね、ボスだからね、アイテム取ってっていいと思うんですよ。はい、よし、このまま渡っていこう。ね、てかこれ有利だよね。これめっちゃ有利じゃない、このね、どんぐりこれめっちゃ速いよね。お、あてありありあり、これめっちゃ速いね。ラリーやっぱいるのか。あ、この子ね。なるほど、ラリーはこの子だったのか。あの玉のやつは何だったっけ。じゃあなんだったっけ、ゲリーゲリーじゃないねやば、ちょっと待って。よし、ナイス、キノピコ。ここは仲良く行こうね、キノピコ。仲良く行こう。よし、オッケーオッケー、いいね仲良く行こうね。よし、オッケー。で、ゴールはくれる。優しいこの人優しい、めっちゃ優しいなんだこの人は。え、鍵奪わない人とかいるんだ。さっきのキノピオ、もう一回戦いたいね。りょうすけどこっていう人ね。みんなあの人と当たるとさ、安心していいよ。絶対あの人には危害加えない方がいいっていうことが分かりました。なんせめっちゃ優しいもん。もう一回当たらないかな、あの人。いないわ。スーパーマリオメーカー46スパイ、長いな長いな。いやー、めっちゃ投げすぎ投げすぎ。おー、兄弟兄弟兄弟連れてって。うわ、マジ兄弟。おナイス。うわ、ああいう時絶対投げるよね、ルイージとかさ。もうお前はね、死ねみたいな感じで絶対投げるよね。うわ兄弟頑張ってね、めっちゃ応援してるから。うわ、楽ちんだなこれ。兄弟これ最後まで行った時さ、ルイージってどうするんだろうね。ゴールどうするんだろうねこういう場合。あー、待って、ルイージもう一回連れてって。ルイージ、ルイージ、完璧この人。もうこの、あー、ルイージ、いや、まだチャンスあるよ。で、ルイージもう一回二人で行こうね。ルイージ二人で行こう。いや、今度僕が運んであげようか。よし、オッケー、ルイージ任せて。僕はこういうの結構得意ですからね。もうジャンプゲーは得意ですから。よし、ルイージ一緒行こう。え、ルイージ来た。あ、待って、ルイージ、ルイージ、はい最高、何このゲーム、最高だね。新しいマリオメーカーだねこれ。おっと、オッケー、じゃあこのまんま当たっていきますいいね、よし、このまま。これどっちがゴールしたらいいの、こういう時ね。ちょっと待って、待って、ちょっと、ルイージ、今度ルイージ任せる。よし、ルイージよし、オッケー、行ってくれルイージ。この人もうまいね。で、ドカンでしょ。オッケーオッケーオッケー。で、次は、あ、こういう時どっちがゴールするのね、ルイージ、君にあげる、君にあげる、君にあげる。ちょっと待って、ルイージ、ちょっとダメだって、ダメだって、この人はちょっとルイージ、ちょっと待って、ルイージ、ルイージ、あの人ちょっと顔文字の人ね。もう一回当たったらいいね。世界のヤムタンいるね。あの子強いよね、確か。世界のヤムタン、名前めっちゃ可愛いよね。世界のヤムタン、世界のピオタン世界のピオタンにするじゃんねえ、名前僕世界のピオタンにしようか。よし、よし、オッケー、はい、どうも世界のピオタンですみたいな。いい、あ、ルイージ戻ってきてる。なるほど、ルイージやられたのか。それじゃ僕に任せな。オッケー、いいね。あー、待って、これはピーを踏んで土管に入ればいいのかな。うわ、危ねえ土管パックンだった。なるほど。あ、え、なにこれ、え、どうすればいいのこれ。は、あ、こっちか、こっちか、右に行けばいいのね。そして中間ポイント、あー、待って、ナイスタイミングすぎでしょ、あれ変わるの。え、うわ、上行けるし上行けるし、今絶対僕のおかげだしねえ、絶対僕のおかげだし。なるほど、多分最初あそこやられるように作られてると思う。そしてこ、上に行けるようになってんだ。え、絶対僕のおかげだしねえ、みんなちょっと感謝して、もうちょっと感謝して。待って、世界、そういえば最近ね、あのツイッターからね、あの全くっていうか、キノピコやべえ、動きやばくなる。え、チートじゃんこの人え、どうやってすんのあれ。え、ガチチートじゃんね。それじゃあこれは上から行く、どうしようどうしよう。うわ、ちょっと待ってね。え、これ上から行く、
こっちでいい？多分これペンコイン3つ集めなきゃいけないっぽいね。でそれじゃあ2つ目あと1個は？あと1個どこ？ちょっと待って、僕猫めっちゃ欲しいな。これ一回賭けでさ、こっち行ってみよっか。うわ、なんもないかやっぱり。まあ一回ね、僕この猫を取るためにやられたと言っても過言ではないんですよね。だからこの猫を取って、この鍵のね争奪戦に参加したいと思います。鍵取ってきてないじゃん。ちょっと待ってっても、え、鍵どこにあるんだろう。こっち上にあるのかな、こっちかな。あ、こっちないね。あ、誰か取った。え、誰？マーリー、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 マーリーじゃん。よし、2番目。あ、ちょっと待って、あ、こっち外れ？外れじゃん、マリーも。え、これもういけない感じ？もしかしたらさ、ジャンプしていけるんじゃない？そうそう、今のルイージみたいにこうやっていけるんじゃない？やっぱ、なるほど、そういうことか。ちょっと待って、よしよしよ、いいね。え、今日なんかいい日だね。よし、ルイージ一緒に行こうね。オッケーオッケーオッケー。で、このまま右に行けばいいのかな、どうなんだろう。一回渡ってみる、上に。あ、なるほど、行けそうで行けない感じか。なんかルイージが一人で独走状態だけどね。ルイージ優しいんですよ。で、このまま渡っていきます。おっちょ、オッケー、猫クッパを倒してからゴールか。ここでこれか。いや、どうやって倒そう。え、これ倒せんくない？ファイヤーボールがいるのね。多分ファイヤーボールがここでいると思うんですよ。ファイヤー出ないね。ちょっとファイヤー出ないから、一旦クッパがどうなってんのか様子見に行きます。まあ、ゴール条件達成した。いやー、ゴールされたか。もうやっぱあの人いるわ。あの人名前何、このこのチート。これチーターでしょ、完全に。もうすごいね。よし、それじゃあ今度は、うわ、なんか難しそうだな、ここ。これパックンにマジ気をつけよう。ね、全ての土管ちょっと避けながら行きます。いつもパックンにやられるからね、ちょっと全ての土管を注意していきたいと思います。で、中間ポイント、うわー、よし、オッケー。うわー、待って、マリオやった。よし、マリオアイテム取ってくれたね。でかい。ちょっとでかいって、もうびっくりしたじゃん。うわ、まずい、これはちょっとまずいですよ。ここゴールで会ってくれたらいいな。あ、ゴールっぽいね。大丈夫？ゴール？ゴールじゃん、やった、マリオ、オッケーオッケー。よし、あ、カオさんいる、カオさん。ほら、キラピオ、エピオキング覚えてくれてるからな。今ちょっと噛んだけど、キラピオ覚えてる。いや、あんたじゃない、あんたじゃない。よっちょ、カオさん、カオさん、いい、もうちょっと行くわ、先に行かせてもらいます。うわー、これどうしよう、これ下っぽいね。オッケーオッケーオッケー、こっちから行きます。うわー、あのマリオ気づいてるっぽいな。よし、ジャンプ、あ、入ってしまった。え、こっちでいい？ちょっと待って、こっちでいいの？え、大丈夫？マリオ帰ってったね。うわー、こっちじゃなかった。もうカオさん、カオさん、ちょっとカオさん取って、カオさん、カオさん取って。よし、カオさんこっちから、はいはい、いいね。いいね、カオさん。え、カオさん、カオさん、僕は、カオさん、僕は、え、無視。ちょっと待って、カオさん、ちょっと待って、カオさん。いや、まだワンチャンあるよ。さっきの顔の人と当たるチャンス、ワンチャンあるよ。続けてやってるからね。来るかな。トントン、トントンできてるね。さあ、このトントンさん、マリオだったね。トントン。よろしくお願いします。よし、それじゃあ当たっていきますか。うわ、羽、羽いるっぽくない、なんか。え、大丈夫。あ、やっぱいるわ、これ。ちょ、待って待って、僕も取ってくるわ。僕も羽取ってきます。で、あのキノピコのところに行こうか。キノピコのとこ行ったら続けていけるでしょ。オッケーオッケーオッケー。こういうのなんかあったよね、スーパーマリオメーカーで。ちょ、なんか持ってる。なんか持ってる。いらない、いらない。よし、それじゃあ僕右から行きます。よし、オッケー。あって、うわ、もう、え、なんで。え、さっき僕が自分で投げたやつか。あ、これ、ちょっと、こっち、左で、どこ、こっちでいいや。オッケーオッケーオッケー。で、このまま渡っていきます。で、ここにしようか。ちょっと待って、もう来すぎだから。もう来すぎ、みんな、みんな同じとこ来すぎだから。で、次はこっち。オッケー、右、これは勝つぜ。よし、あー、待って、待たれた。おー、おー、キノピオ、え、めっちゃ優しい。え、何今の。おー、すげえ。初めてなんだけど。え、今日はすごくいい日だね。マリメのミンバとやってて史上最強かもしれない。今日の楽しさ、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。
最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。